トライアン弾劾裁判お疲れ様でした。朝日新聞デジタル。2020年2月6日、トランプ大統領に無罪判決。ウクライナ疑惑めぐる弾劾裁判。有料記事ですが、読めるとこまで。記事によりますと、トランプアメリカ大統領のウクライナ疑惑をめぐる上院の弾劾裁判は、5日、日本時間6日朝、陪審員を務める上院議員による評決があり、権力の乱用などの追訴について、与党共和党の多数票で無罪判決が下された。これでトランプ大統領は罷免を免れた。アメリカ史上3例目となった弾劾裁判は、与野党の対立がそのまま審議に持ち込まれ、証人の召喚もないまま予想通りの結論が導かれた。ほんと時間の無駄やな。トランプ大統領は判決後、でっち上げの弾劾裁判に対する我が国の勝利について話そうとツイートし、6日正午に声明を発表すると明らかにした。またトランプ永遠にという内容の動画も投稿し、これからも大統領で居続けることを強調した。これまで弾劾は野党民主党による党利党略などと繰り返し語っており、無罪が確定したことで、11月の大統領選に向けて何ら問題ないと証明されたと主張するのは必至だ。記事はまだ読めるとこあるんですけど、以下割愛いたしましょう。この世の中は資本主義と共産主義や社会主義の戦いなんですけど、他にもブルジョアジー VS プロレタリアートの戦いっていうのが必要不可欠なんですね。ブルジョアジーイコール金持ち、プロレタリアートは貧乏人、無産者とか言うて、プロレタリアートはドイツ語で、ブリタニカ国際大百科辞典、小項目辞典の解説、言っときましょう。プロレタリアート、階級としての資本家、すなわち、ブルジョアジーに対立する概念で、対立する概念。資本主義社会において、生産手段を持たず、自らの労働力を資本家に売ることによって生活する階級としての労働者を指す。まあ、何しか対立させるために作った言葉のようですね。前回の大統領選でトランプ大統領が勝利を収めた時に、世界を牛耳ってるすごい勢力が、これからはブルジョアジーに勝たせましょうかっていう風に決めたんちゃうかなって分析してんねんけどね。知らんけど。でもそうなんちゃうかな。で、トランプ大統領っていうのは、そもそもがですね、民主党だったんですけど、共和党に行って、で、立候補して、大統領になった。もうその時点で、チームブルジョアジーの勝ちってなったんちゃうかな。トランプ大統領の娘さん、娘婿、お孫さん、あの一家を見ると、こりゃ安泰って思うんですけどね。何が安泰なのか、詳しく言うとまためんどくさいことになるから、言わへんけど、とりあえず、この世の中を牛耳ってる大きな勢力がトランプさんで言っとこうかって、アメリカの民主党系の人たちは、日本の民主党の人たちのように任務を背負ってるような気がする。で、赤い勢力っていうのは仲間になったら恐怖支配されて、指令のもとに動かないといけなくなるから、何が何でもトランプさんを悪者にしないといけない、使命、宿命。があるんやと思うねんけど、それができない。ざまって感じ。で、共和党の中で、ロムニーっていうおっさんだけが、トランプ大統領の弾劾を支持したみたいやんな。ニューズウィーク日本版、2月6日、ウクライナ疑惑めぐる弾劾裁判で、トランプに無罪評決。共和党の造反は、ロムニーだけ。造反っていうのが、身内や仲間を裏切ること。また、盾ついたり、反乱を起こしたりすること。で、記事は読みませんけど、ロムニーって、自民党内にいる、ちょっと不細工な、石破みたいなもんやな。